つ洞窟にいたやつだ。何か言ってるな。俺サーベイ、みんなドクターサーベイ。俺海賊嫌い。でもお前ら律儀なやつ。それにしてもお前なんであんなところにいたんだ。そこに俺たちが通りかかった。あいつ話だけ話し、でもなかなか。洞窟で襲ってきたリス、メルビューにいたやつにそっくりだったな。あの時の空に浮かんだ島か。四季に連れて行かれた島ね。あそこにはキューブなんてものはなかったからな。でもアディオとリムの話は。こんな奴らにやられやしねえ。俺の番だな。アームポイント。俺みんなの役。こんなところ。でもアディオとリムの話は本当だったみたいね。ああ確かにキューブと共に力が戻ったな。アディオの言う通りにすればすぐに取り返せそうだな。キューブ、逆に言えばしばらくはあいつらの言いなりってことか。とりあえず仕方ねえだろう。この島結構危ねえやつが多いよな。怪我とかしたらすぐ言えよ。そのまま放置しちゃダメだからな。おお戻ったか。どうだ、嘘じゃなかった。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああどんどん見つけて。前向きなのは結構だが。あどういうことだ。直接見たわけじゃねえから憶測の話には。お前たちが出会ったあの巨像、強く確かになかなか手ごわいやつだったな。あの巨像は炎の巨像といってな、他にも何体かいるんだ。そいつがどうかしたのか。お前たちのキューブのいくつかは。どうしてそれがわかるの。これでも探検家の端くれだからな。行動できる範囲は俺なりに調べてるんだよ。ま、その目で見れば納得するだろう。準備ができたら声をかけろ。皆さん、次の探検に出られる前にキャンプで。そうね。そういや腹減ったな。サンジ、飯。ああ、じゃあ。アディオ、一つ聞いてもいい？なんだ？リムって言ったわよね、あの子。この島の動物はリムには近づかない。野生の本能ってやつで危険だと。だがたった一匹だけあいつに懐いた。オウムがいた。そのオウム今はどうしてるの？流れ着いた海賊に殺されちまったらしい。俺がこの島にやっ。何それ。リムは激怒した。例のキューブで能力を奪い、そいつらを島。そうだったのね。この島の浜に小さな墓がある。リムはそのオウムを弔うた。そりゃ海賊嫌いになるのも無理ねえよな。俺も許せないぞ。昔話さ。
流れ者の海賊ごときに勝ってはさせねえ。向こうにも何かあんのか？今度はどんな場所に連れてってくれんのかな。はあ、あんたは楽しそうでいいわね。お前ら一応警戒はしとけよ。それってこの島の奴らのことか、それともアディオのことを言ってんのか。どっちもだ。備えておくに越したことはねえからな。こんな奴らにやられやしねえ。俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリンガー。修行にはちょうどいいな。邪魔だ。こぼれはねえが、あたしのせい。
お前ら遅れるんじゃねえぞ。やるか。ゴムゴムのガトリング。俺がまとめて刀の旅にしてやる。運ぼれはねえが、まだ旬。悪くないわね。仲間のために強くなるのも。アディオ、大きなキューブはそこに？ああ、その可能性は高い。リムはそこに飛ばしているということです。さあ、わからないな。リム自身は意識してないみたいだ。今の力を試すにはうってつけだな。竜巻！俺の仲間に。まだやるなら相手に。行くぞ。やー来い。まとめて相手だ。ここが正念場だ。覚えとけ。俺をもっと強くなる。俺がキャプテン。海の一流コックは。この辺にいるやつら、なんか宝は渡さない。いっちゃやってやるか。よし、かかってこい。キャプテンウソップの一撃、覚悟しろ。竜巻。終わりだ。これ以上はやめとけ。今の力を試すにはうってつけだな。ゴムゴムのガトリング。悪いが加減するつもり。覚えとけ。俺強く。なんだこりゃ。こっちだ。早く来い。
前ら遅れるんじゃねえぞ。行くぜ。必殺火薬星。よし、行くぞ。ゴムゴムのガトリング。もっと強いやになっも。おいおい、なんだよあの雷は。今からあそこに行くのかよ。俺の名はキャプテンウソップ。さあ、喧嘩だ。ぶった切る。これならどうだ。俺はまだまだ強くな。こいつが雷鳴の巨像の潜む雷鳴の遺構だ。迂闊に近寄るなよ。強烈な結界の餌食に。結界ってなんだ。見ての通り雷による電撃さ。強烈な放電で何でも黒焦げになっちまう。なんだ雷か。おい何してるんだルフィ。なんだと。俺の体はゴムだからな。雷は効かねえんだ。結界は消えちまったみてえだな。ああ、先に進もうぜ。